皆さんこんばんは、店長のひーちゃんです。今回は人気紙を使った実践動画となります。脳天の動画を必ず最後までご覧ください。それでは明日の営業案内となります。明日7月26日は46枚スロットコーナーにスマスロを増大、最新機種バイオハザードベンデッタを導入としたリニューアルオープンとなります。入場方法につきましては当店のブログ、ツイッターアカウントからご確認ください。整列スペースの関係上300名様で整理券の配布は打ち切り終了となりますので、あらかじめご了承ください。また大変暑い時期になりますので、整列の際は熱中症等に十分注意くださいますようお願いを申し上げます。サップチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。サップの脳天のもっくんです。今日はですね、相棒のマイケルいません、まだ帰国していません。店長のひーちゃんお忙しいみたいです。ということで、ついにソロになりました。一人で撮影ということで、明日ですね、26日サップ野田店ではスマスロバイオハザードベンデッタ、待望のベンデッタがですね導入されますので、今日私一人なので、野田店に現在設置中のバイオハザード RE2 とバイオ7を楽しく打ちたいと思います。のんびりした動画になると思いますが、あらかじめご了承ください。それではよろしくお願いします。それではまずはバイオハザードRE2の方から打っていきたいと思います。なんでこのバイオハザードを今さら打っているかと、視聴者さんは気にするか気にされないかわかんないですけど、私これ、まあ、バイオセブンもそうですけど、一回も打ったことないです。触ったことありません。スロットを打つくせにお前はそんなものを触らないのかと怒られそうですけど、昔からバイオハザードいい思い出がないんですよ。知ってる方は知ってらっしゃると思うんですけど、4号機、5号機、4つボタンだった一番最初のバイオハザードあったと思う。一番最初、初代です。あれですら勝てなかったので、それを考えるとバイオハザードの私はめちゃくちゃ相性が悪いのではないかと思ってて、経営してるせいで触ったことなかったんです。そのベンデッタは興味があるので、スマスロになって出てくる記念もあるので、この機会もひーちゃんには申し訳ないですけど、シミュレートさせてもらおうかな。90分の時間制限は設けようと思うんです。そう、この時間を使ってシミュレーションって言ったら打ったことのない父を今のうちに勉強させてもらおうかな。調査さんの方が絶対知ってるんで、私は何にも知らないんで、色的に緑赤はなんとなく分かるんですけど、一番最初のバイオハザード効率めちゃくちゃ高かったはずなのに、記憶に残ってないぐらい負けてます。勝った記憶がほぼない。何をすればいい、何を弾けばいい。動画は何回か見てるんですけど、とりあえずチャンスゾーンに行かないとお話にならないのは分かるけど、リプレイを弾けってこと。そういうわけでもない。なんかゾンビ出てきた。ありませんかね、皆さん、合う合わない、相性のいい悪いとか。私は自分の好きな台しか触らない方かなと。分かる、好きな台をひたすら打ち込む。触らない台を本当に触らないんですよね。ただバイオハザードの思い出話をもう一個すると、ゲームでバイオハザード出てる一番最初のプレイステーション、プレスがなんかのバイオハザードをやった時に、兄貴やれと言われて初めて触ったんです。知ってる人は知ってると思うんですけど、最初に犬がガラスを割って出てくる。昔のこうコントローラー R だか L だかを押しながらじゃないと発砲できないシステムで、焦ってあれを押さずにずっとボタンを連打して犬に噛み殺されて終わる。悲しい経験がある。発展したけど逃げられたからダメなのかな。でメインシャット紫が多分一番上のステージなんでしょう。とりあえずチャンスボールを刺さなきゃいけないけど、ここで何を引けばチャンスボールが出てくるのか全く分からない。やっぱリプレイから、いいんじゃないこれ、共通でしょ、いいんじゃないこれ。なんか起きそう。撮影中だから一回も当てたいな。赤文字先生なんか当たったのかな。これチャンスボール、よく聞く馴染みの音ですね。レイヤーよく弾けってこと？
を引いても何か起こるってこと。なるほど。黄色。あと3ゲームですよ。え、無理じゃね。ジャッジバトル黄色でしょ。ダメじゃねえか。そうだよね。そうだよね。そうだよね。え、無理じゃない？止めろ。リプレイ抽選をしてるっぽいの。あー、いたいた。リプレイ抽選してるのはなんとなくわかる。またマービン。もう赤いメモ。メインリーメモ。これをちゃんと読んでる人いるんですか。あいつらを見返すんだ。これさえあれば。はい。ああ、そのまま行く。ああ、はい、サイレン、サイレンですね。 D3 はなんかデフォだった気がする。いや、青って一番ダメなやつでしょ、どうせ。どうせ青って一番ダメなやつでしょ。はい、そうだよね。いや、何も引かない方が良かったまであった、今の。いい顔してるよね。こんなまじまじと見る人あんまりいないと思いますけど。いい顔してません。このたまにはこういう動画も私はいいと思うんですけど、プレッシャー怖いですけど。30分パスワードさえ忘れば。何が？ああ。嫌な感じ。ポジション。腰に。腰にリプレイ引いてよ。ああ、ここさ。マシンガンを持ってます。G2 さっきと違う。でもこのハンドガンでこれを倒せると全く思わないですか。いや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 。こんなにレア役10ゲームに引けないもん。レア役っていうか、まあ普通のあれでもいいんだけど。ゲームじゃねえ。ただ戦場で当たっただけですよ。ハザードボア。これは何？100枚取れる。AT じゃなくて AT か。AT に。すごい。結構今研究所で上がるとあと4枚引いた時もう3枚。へえ。あ、これが資産。終わる。すごい下手だなこれ。いやー、本当バイオハザード下手。何もできなかった。ただ本当に楽しんで終わっちゃった。ということで。R2 初めて打ちました。なんか多分いいところ何にも見せれなかったんですけど、次にバイオ7、あっちも初打ちなんであっち行こうと思います。では、
バイオセブンに移動してきました。今更感満々ですけど、私は初打ちなので楽しみたいと思います。なんかさっきよりはいいのを出せればいいなとは思いますけど、そのひーちゃんに怒られるかもしれない。じゃあやってきます。動画しか見たことないんだよな。確か導入が2021年だったはず。なんかもう2年ぐらいは経ってるんですよね。この台は2年間私は全く触ってきませんでした。わかんないね。RE に比べたら騒がしい。モールデッド、ソブデ、モールデッズ、アタック。ソブしてよ。何これ。あ、ゲーム数加算のやつか。コンビニングは。なんかすごい、よくわかんない。そうだよね。なんか加算されてるやつだよね。わかんない。すげえな、随分加算されたんですか。なんかループするのかなんだか入っちゃった気がする。どうなんだ。あ、なんかアイテムが、バイオポイントを貯めたらなんかアイテムがどうこうとかそういう感じね。なるほど、アイテムを貯めた方がチャンスゾーンで頑張れる的な、そういうこと。これもあれなんですかね、なんかのゲームなんですか。これはゲームなんですか、元。ゲームなの。全然知らないな。ゲーム数でまあチャンスゾーンのやつが、あ、なんか変なとこ行った。対戦。まあ、色的に強いんでしょう。
生させろ。しません。え、そういうこと？してない。全くしてない。どうやって増やすんですか？アオらしい分裂とか一切何も引けてません。何も見せるものなくのんびり本当に打ってるだけなんですけど、分裂とか何もなかった。いやー楽しく打てましたけど、見せ場らしい見せ場は何も多分作れてないんですよ。バイオって多分ここじゃない。本当は分裂とかいろいろ7つ持ったりとかあるんですよ。さすが私、相性めちゃくちゃ悪い。明日はスマスロバイオベネタが導入されますので、どうぞご期待して楽しんでいただければと思います。私はこの後、ピーターに怒られようと思います。じゃあこんな感じで、今日は以上で、また、ね。